テイルズ・オブ・ヴェスペリア、前回に続けたプレイしていきましょう。さて、水回復全然しないんだけど、あれやれば回復するって言ってたような気がするんだけど、してんのかな、回復してこれか。よし、間違えた。よし、ほい、あとあいつだけか。よし、ほらやるわよ。なんかすごいでかい攻撃なんだけど、栄翔が長すぎて当たらないのではっていう疑惑が。いや本当に、水得てるのか。裏系のパティとラピード、クロイングリーボン。なんじゃラピード、うちの服を引っ張らんでくれなのじゃ。パティ足元危ねえぞ。おお、危機一髪なのじゃ。ラピードは教えてくれてたんじゃな。ラピード、パティには懐いてます。どうして。ラピードは子供好きだからな。タイよりもピッチピチなうちにメロメロなのじゃ。私に足りないのは若さだったんですね。いや確かにパティは若いけど、なんかおかしくないか。なんでちょっとあれなんだろうな、距離が遠いんだろうな。ん、あそこにいるのは。行くぞ。大丈夫。あなた方。楽になりました。ああ、妻はこの人かな、ここにいるよ。まだじっとしていてください。水を。生き返るな。え、潤ってきたわ。ありがとうございます。あなた方のおかげで命拾いをしました。あなた方は私たちの救い主です。そんな。安心するのは生きて帰れてからだ。何、なんとかなるのじゃ。この状況でそのセリフ言えるなんて、あんた上等だわ。お礼を。と言っても今は何も持ち合わせがなくて。ああいいって言って、そんなの。いえ、そういうわけにはいきません。ぜひお礼にマンタイクまで取りに来てください。マンタイク。あなたたちもしかしてアルフとライラの両親かしら。え、ええ、そうです。もしかしてマンタイクであの子たちに。ええ、会いました。お父さんとお母さんのこと心配してたよ。探しに行こうとまでしてたわ。ああ、こうしちゃいられない。早く戻らないと。焦らないで。二人だけで帰れると思う？それは無理ですね。ちょっと落ち着いてね。そうなのじゃ。少しこの辺りで横になるのじゃ。ちょっとパティ、それは落ち着きすぎ。こんな砂漠に鳥？近くない？この先みたいね。ようやくご対面か。干からびるとこだったぜ。お二人も一緒に。あ、はい。つかず離れずでな。戦いになったら邪魔になる。わかりました。連れてってね、おでん。これラピード、おでんなのじゃ。美味しそうですね。やっぱりおでんの中ではゆで卵が最高よね。う
大根。ちょっと待つのじゃ。珍しいね、食べられれば何でもいいリタッチがそんなに気に入るなんて。それがおでんの魅力なのじゃ。でもおっさんもリタ姉も間違ってるのじゃ。何がです？おでんの花形は練り物なのじゃ。中でも白はんぺんが最強なのじゃ。はあ、最強ですか。ラピードも私は美味しければ何でもいいですけど。俺なんだろうな、俺も美味しければ何でもいいかな。別におでんはおでんだしな、おでん自体がそんなに好きじゃないっていうのもあって何でもいい。何かおかしい、気をつけて。エローじゃない？ああ、声の調子が変わりやがったな。あれつながらバーンだと思ったんだけど、何これ。何、気持ち悪い。おとりを使っての不意打ちとは卑怯な魔物なのじゃ。あんな魔物は僕知らない。魔物じゃないわね、あれは。魔物じゃなかったら何よ。ラピードがビビるなんてヤバそうだな。逃げよ、こっちに来ます。やるしかねえってことか。あんたたちは離れてろよ。まあそらこれに近づいてろは言えんわな。なんだよこいつは。よいしょ。できれば関わりたくないです。みんな頑張んなさいよ。よし。よいしょ。終わりですよ。何をしてくるんだ。やっぱ水が、おお、あ、なんだなんだそれ。え、夜になった。フィールドのあれか。ちょっとやばい。死んだ。よいしょしょ、よいしょ。はい、はい、こいつがなんかしてんのか。いや、いった。へえ。あ、これを当てていくしかないな。え、なんだあれ。いった。なんか出したぞ、弾。いや、やばいやばいやばい。よいしょ。あ、くそ。よし。はい。オッケー。倒しはしたもんの。もうヘトヘト。しっかりしなさいよ。砂漠であの運動はきついな。消えた。ん？これはフェローの羽か。僕もうダメ。リタ、カロル、サザエのつぼ焼きよりもグツグツグラグラ熱。さすがの俺様も、もう限界。こりゃ、やべえ。さっきの二人、どうにか助けてくれんかな。なんだ。町？カドスの喉笛の時の。食いに来た？俺食って腹でも壊しやがれ。
確か砂漠で天国ってわけじゃなさそうだな。ここはどこだ？助かったのか？あ、お前、人の部屋に。よくぞ見破ったな、褒めて遣わす。褒美としてそっちに料理を教えてやろう。まあ、ありがたいんだけど、コロッケ。もうちょっとなんかさ、暑いとこでなんか食べて良さそう、かき氷とかさ、そういうのを教えてほしかったな。教わるほどのもんでもないんだろうけど。あら、もう大丈夫？ゆっくりしていって、いいんですよ。いや、何があったか教えてほしいんだけど。お目覚めですね。もう大丈夫ですか？町の入り口に倒れてた？どういうことだ？おはよう。おはようさんのチューはいらんかな？あ、ユーリ、もう大丈夫ですか？ああ、お前らこそ大丈夫なのか。ええ、とりあえずは。俺ら砂漠でぶっ倒れたよな。それがなんで町にいるんだ？誰かが助けてくれたようだけれど。誰だかわからないんです。あんな砂砂なところを通りがかってうちら全員を助けるような奇特なやつは誰か見つけ出してお礼しないとね。助けた夫婦は私たちと一緒に町に連れてこられたみたいです。見たいってことはあの二人も命の恩人は見てないのか？彼らも気を失っていたようね。今あの二人町を見て回ってると思うわ。そういえばあれは幻だったのかな？何のことです？いや、気を失う前にカドスでエアルの暴走を収めたあのでっかい魔物を見たんだけど。本当ですか？ああ、見てないのか、エステル？うん、私は見てません。だとするときっとその魔物が助けてくれたのじゃ。多分魔物が私たちを。まさか幻か？で、ここはどこでなんて町なんだ？それは優しいおじさんが調べてくれているわ。優しい？ああ、おっさんね。優しいおじさんか。結界がない、変な町。砂漠の巨山部は無人地帯だって聞いたことがあるんだけどな。リタ、カロル、こっちです。それは？さっき砂漠で襲ってきた魔物が落としていったみたいです。あの魔物に羽なんてなかったけど。フェローの羽ね、それ。フェローの羽、燃えるような色をした羽。やはり普通の鳥の羽とは違うようだ。でもどうしてフェローの羽をさっきの魔物が。さあ、わからないことばっかだね。ねえ。お帰りなさい。収穫は？なんで俺が調べに行かなきゃなんないの？私が行っちゃうとあなたとエステルたちを置いていくことになるでしょ。それは危ないもの。どういう意味だ？危ないって俺様が？さあ、どうかしら。変なの。まあ、危ないおっさんでも結構だけど。どうやらここが用務源って町らしいぜ。幽霊船の日記にあったあれ。え、ここが魔物を退けるためにクリアシエルが必要っていう町？なるほど、この町結界ないものね。だから魔物を退ける方法ってのを探しておったのじゃな。でもあれは千年も前の話でしょ。ああ、それに結界なしで暮らしてるなんて妙だ。そうだよね。じゃ、町の人にクリアシエルの箱を見せて話を聞いてみてはどう？そうですね、フェローについても何か聞けるかもしれません。
だな。ヨウムゲン、古墓の、古墓、古墓でいいのかが気になりすぎて、魔物というより化け物。コゴール砂漠であったあの不気味な魔物は何だったんだろうな。今でも思い出しただけで背筋がゾクゾクします。生き物だったのかな。どういうことだ。砂漠で生きているような感じの魔物じゃなかったから。なるほど、カロル先生らしい着眼点だな。もう会いたくありませんね。うん。さて、これ回収しようか。リミッツボトル、オーバーリミッツ1回分のゲージが溜まる。ああ、これか。もういろいろ見て回りたいな。なんか知ってっか。他のところから来た人？ここはお花がいっぱい咲いてて綺麗でしょ。そうだね。砂漠の隣とは思えんぐらい、こういうものをぶんどってもいいものだろうかっていう思いはあるけどね。やっぱりちょっと軸が違うなって思ったけど。お、知ってる？この箱について何かご存知なんですか？その箱はロンチーの持っていた。それをどこで？アーセルム号って船ですよ。美しい方、知ってるのかい？ええ、あなた方アーセルム号をご存知なんですか？ええ、偶然海で見つけて。ロンチーに会いませんでしたか？あ、ロンチーってどちらさん？私の恋人の名前です。すみません、突然で。恋人？ジェカロル君、お題。露骨だな。僕たちが見たのはその船の方だけなんだ。そうですか。あなたの名前を聞いてもいいかしら？私はユイファンと言います。アーセルム号の日記にあった名前ですね。同じ名前の子孫かな。あんたクリアシエルって知ってるか？魔物を退けるものらしいんだけど。結界を作るために必要なものだと坂人様がおっしゃっていました。まさかその箱の中に。はい、私たち届けに来たんです。そうだったんですか。その鍵、まさか。箱を貸してもらえますか？持ち歩いてんの？鍵。うわぁ、これがもしかしてクリアシエル？みたいね。ピカピカキラキラ、海面で瞬く夜光虫よりも綺麗なお宝なのじゃ。で、さっき言ってた坂人様って誰のことよ？坂人様は砂漠の向こうからいらしたクリティア族の偉いお方です。クリティア族なの？結界を作るってことはブラスティアを作るってことよね。ブラスティア？さあ。でも今の技術じゃブラスティア作れないでしょ。それを作るやつがいるの。見たでしょ、エフミドやカルボクラムで。その坂人様とやらがあのめちゃくちゃな術式のブラスティア作ったやつじゃないでしょうね。ごめんなさい、私よくわからないんです。とにかく結界を作るためにクリアシエルが必要だって坂人様がおっしゃって、それを探しにロンチーは旅に出て、もう3年にもなります。3年ね。そりゃ心配するわな。なんかいろいろ話がおかしくない？なんだか話が噛み合ってませんね。千年の間違いじゃないん？それじゃあ彼女何歳？3年前にも千年前と同じことがあったのじゃ。多分歴史は繰り返すとは言うけど、それはどうよ。その坂人様、この町にいるのでしょ？どこにいるのかしら？え？あ、はい、町の一番奥の家に。坂人様という人に話を聞いた方が早いと思うけれど。そうかもですね。それじゃあクリアシエルを坂人様のところに持って行っていただけますか？ええ、
もちろん。じゃあすいません、お願いします。じゃあ行ってみよう。え、あの見えてるどっかへ、でかくない？集会所かなんかだと思った。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。